自民党の清和政策研究会安倍派が政治資金パーティー収入を還流させていた問題で新たに元五輪賞の橋本聖子参院議員、比例大野康政参院議員、岐阜選挙区池田義孝衆院議員、比例党会谷川弥一衆院議員長崎3区の4氏側が。 還流を受けた資金について、政治資金収支報告書に記載していなかった。疑いがあることが分かった。この問題では、同ハ事務総長経験者の塩野谷流元文部科学省松野博一官房長官西村康稔経済産業省高木剛国会対策委員長や。世耕弘成参院幹事長。 萩生田光一政調会長といった派閥幹部側も還流分を収支報告書に記載していなかったとされており同派全体では議員数十人が直近5年間で数億円規模の還流分を記載していなかった疑いが浮上している関係者によると派閥側からキックバックを受けるなどして裏金化した金額は松野 高木、世耕の3氏側は直近5年間で1000万円超とされ橋本大野池田谷川の4氏側もこれと同規模以上の金額に上ると見られる政治資金規正法違反不記載虚偽記入容疑で捜査している東京地検特捜部は今後ドーハの議員数十人への聴取を検討している 谷川氏は10日、長崎市内で取材に応じ、刑事告発を受けている案件でもあり、事実関係を慎重に調査、確認して、適切に対応してまいりたいと述べた。また、橋本氏の事務所も同日、読売新聞の取材に対し、清和政策研究会のパーティー券の問題については、刑事告発を受けている案件でもあり。 事実関係を慎重に確認しているところです適切に対応してまいりますとコメントした以下はネットユーザーの反応をまとめたものです元五輪担当大臣である橋本議員がキックバックされていたということは五輪関係企業にチケットを買わせた可能性があるな広告代理店や建設業者となるその場合 当然、五輪予算は膨らみ五輪談合みたいな事件に発展する場合もある橋本議員のチケット購入先を調査すべきだ次回の選挙は有名人とかを金稼ぎに当選したい議員ではなく本当に国民や日本の方針を決めていく人に立候補してほしい安倍晋三氏はどのくらいキックバックを受けていたんだろう どのくらい官房機密費を私的に使っていたのだろうどうしてこんな人物を国葬にしたのだろうどうして国葬をすることを決めた岸田総理が今なお内閣総理大臣なんだろう疑問は尽きない民間なら裏金とか見つかった時点で逮捕されて処罰されるのだろうし議員だからという理由でそのようにならないとなれば。 国民に対しては示しがつきませんよね。特捜部の方たちもしっかりと忖度なしでの調査をお願いしたいですよね。橋本さんや今回追加されたメンツさんだけじゃないよ20年以上続く伝統的な裏金作りほぼほぼ全員が関与していると思われます今は主犯格や金額の多い方だけが裏金疑惑をかけられています。 それに対し白黒つけるなら適切な説明タイミングは今しかないと国民は思っています今脳を出し切らなければ自民党は未来永劫裏金作りに没頭するでしょうからねそれに説明責任を果たすタイミングが遅れれば遅れるほど自分の首を絞めるようなものですとにかく全容を解明し全員処罰いただき総辞職 正解から去っていいたただきたいものです次の選挙では「助けてください」「勝たせてください」「地方の声を中央に」みたいな絶叫が田舎の至る所にこだまするのは目に見えてる何も考えずにパブロフの犬みたいに条件反射で投票し続けてきた田舎のじいさん。 婆さんたちが支えてきた今の政治この現状に終止符を打たなきゃならない季節ならとことんまでやってほしいこれが原因で国政や地域の政治に混乱が生じても新しい政治の生みの苦しみ自分は混乱を感受する覚悟ができた民間企業だったら普通に懲戒解雇で退職だと思います政治家だからやっていいなんてことはありません 今回徹底的に調べて裏金もらっていた人は政治家を辞めてもらうでいいです自分の金儲けだけに走っていて国民には増税とか負担を求める国会議員はいりません即国会議員辞職でいいですそんな法律できないかなできないね自分だけに甘い国会議員が法律作っているのでまだまだうじゃうじゃ出るはず 全国の議員を徹底的に調べないとなくならないから特捜部は頑張ってもらいたいこんなことが許されるなら私たちも同じことをしていいということになるわけだし政治家だけ優遇扱いもおかしいし同じ人間なわけだから国の物事を決める立場の人間が好き勝手してお咎がめなしなんてありえない 適切に対応するのは当たり前で自民党は資金は自分に集まってそれを原始に大臣や政務官の地位を得ていると判断しますそんな自民党は以前から支持してきた我々や農業漁業林業に関わるものを裏切っているそれを良しとするのであれば現自民党議員は次の総選挙には立候補する資格がない 岸田首相は安倍晋三にでも責任をなすりつけて総選挙に挑むしかないですねでも世論はさらに岸田政権に支持をしなくなりますどうする岸田辞任しかないのでは日大でさえ学長副学長が引責辞任し補助金90億円不交付処分を受けアメフト部は廃部の危機だ2度記者会見をして 第三者委員会の内部調査結果の公表もしてる一方自民党は総裁も副総裁も責任を取らず政党助成金は満額受け取り安倍派閥は引き続き存続させて原因追及も説明責任も果てたず年を越すなど通らないと思う民間に示しがつかないと思う無理やり強行した無観客の東京オリンピック トップとその側近は本当にオリンピック憲章にのっとってクリーンな人を選んでほしいものですあれだけ大きな大会です甘い汁を吸いたくてたくさんの虫が五輪の花に集まってきますそこで悪い虫を追い払うか蜜月の関係を持つかいっそのこと何時に誰と会っていたなど公開してもいいくらいの透明性の担保があってしかるべき 東京地検の皆さん、この際根掘り葉掘り徹底的にお願いします。一般人ならば懲戒解雇です。下手すると手が後ろに回る可能性だってあります。なぜ政治家連中は謝罪だけで済まされるのか、その辺の理不尽さもおかしな話だ。これが許されるならば我々だって同じことをさせてもらいたいぐらいだ。 特部の方々にには徹底的に調べていいいたただきたいと思います。組織ぐるみの横領、脱税、収賄となる可能性がある、そして使い道によっては公職選挙法違反にもなる可能性がある収支報告書に記載すればルール上は問題ないのに、あえてルールに反してまで収支報告書に記載しなかったのは、 購入団体や資金主導を口にすると不都合な事情があるからに違いない。特捜部の今後の捜査に期待する。